アオサギは、長江ペリカン目サギかアオサギ族に分類される、鳥類。ヨーロッパからアジアアフリカ大陸にかけて分布する。寒冷地に分布する、古代群は、冬季になると南へ移動する。日本では、アシュアオサギが、夏季に北海道で繁殖のため飛来し、冬季に九州以南に越冬のため飛来し、本州、四国では周年生息する。 全長88から98センチメートル。翌長オス44から48.5センチメートル。メス42.8から46.3センチメートル。翼海長150から170センチメートル。体重オス1071から2073グラム。メス1020から1785グラム。メスよりもオスの方が、やや大型になる。頭部は白い。額から、 目上部、後頭にかけて黒い筋模様が入る。体上面は青灰色。種照明シネレアは灰色ののい。背に灰色の羽毛が伸長する。下面は白い羽毛で覆われ、胸部の羽毛は伸長する。前首から胸部にかけて破線状の黒い縦縞が入る。側胸や腹部は黒い。右腹の色彩は灰色で。 書列うふけや風切りは上面の色彩は黒い。人間でいう手首の周辺には二つの白い斑紋が入る。光彩は黄色。くちばしは黄色。講子は暗褐色。卵は長径5.7から6.1センチメートル、短径4.1から4.3センチメートル。若鳥は口頭に寒がなく、背が褐色味を帯びる。繁殖期になると、くちばしや、 甲子の色彩が赤みを帯びる。メスは、オスと比較すると、寒雨や飾り輪があまり発達しない。以下の亜種の分類、分布は IOC ワールドバードリストに従う。火星や故障、湿原、干潟、水田などに生息する。中高生だが、繁殖期には昼間だけでなく、夜間にも採食を行うこともある。非繁殖期には単独で生活するが、 本種のみで数羽が同じねぐらに集まったり、小鷺などのねぐらに混ざることもある。翼を下げながら広げた姿勢で日光浴を行うこともある。魚類、両生類、爬虫類、昆虫などを食べる。鳥類のヒナ、小型哺乳類を食べることもある。水辺で待ち伏せたり、水辺や車線を徘徊しながら獲物を探す。小型の魚類は、くちばしで挟んで捕らえるが、 鯉などの大型の魚類は、側面からくちばしで突き刺して捕らえることもある。繁殖様式は卵生。松林などに、集団繁殖地を形成する。主に本種の実のコロニーを形成するが、同型種のコロニーに混ざることもある。主にオスが、巣材を集め、メスが栄養する。ヨシなどの草本の茎や木の枝を組み合わせた、皿状の巣を木の栄に作る。 三から五個の卵を産む。同じ巣を修理し、何年にも渡り使用し続ける。私有で放卵、育数を行う。放卵期間は23から28日。雛は孵化してから50から55日で巣立つ。生後二年で成熟する。養殖業を食べるため、外鳥とみなされることがある。 分布が非常に広く2019年の時点で種としては絶滅の恐れは低いと考えられている。マダガスカルなどの分布が限られている地域では農地開発や放牧などによる生息地の破壊、森林伐採による栄養木の減少、飼料などによる影響が懸念されている。地域によっては漁業関係者や養殖業者による駆除が原因で、 生息数が減少することもある。例として、イングランドとウェールズでは1970年代後半には、年あたり4600羽以上が駆除されたと推定され、1979年における繁殖個体数が5400ペアまで激減した。日本では、集団繁殖地は限定的で、日本海側に多い傾向がある。1978年に、 環境庁による調査では確認された繁殖地は18メッシュで例として猿ガ神社のように消滅した繁殖地もある。一方で関東地方では1990年代の時点では繁殖数が増加傾向にあり例として神奈川県では1995年に初めて繁殖が確認された。ありがとうございます。